はいはい、沖縄の杉です。本日紹介するのはこちら、 DP パワーさんのポータブル DVD プレイヤー。結構ね、ちっちゃいノートパソコンのちっちゃいタイプ、それよりも小さくて、こちらにここ開けて DVD をセットして、そしてこの液晶の画面で見ることができる。でスピーカーもちゃんとステレオでついているし、操作はね、ここから簡単に操作できます。そして、自分が私が気に入ってるのは、マジでこの大きさ、ゴロゴロしながら布団の中で見たりとか、ね、そしてここ180度開く、なのでこうやってね、壁に寄っかけて、壁に傾けながら、動画を見たり、動画じゃない、DVD 見たり、映画を見たり、ベッドの中で DVD を楽しむことができたりと、これさらに軽いっす。はい、むちゃくちゃ軽いんで、出先で DVD 見たりすることもできます。ちゃんとこちら、ヘッドホン用の端子もついてるんで、ここからヘッドホンつないで周りの音が漏れないで楽しむこともできます。この DVD プレイヤー、購入はこの動画の概要欄に購入用のリンク貼ってきますんで、よろしければそちらからお願いします。そしてこのチャンネルへのチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければ、ぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。